私これかけてみますか。ここ紙持ってますから、毎度ちょっと縛ってもらいます。待ってください。あ、何結びでもいいです。あ、もうちょっと緩く。あ、それ緩すぎるわ。あ、それくらい、はい。念仏行画の阪神大震災で亡くなった人たち、それから尼崎の朝日新聞の小尻さんという方が襲撃事件で亡くなりました。そのご冥福と、それから列車事故で亡くなった人たち、それから今度東北の地震にで亡くなった人たちの供養です。
両方あって、この間3月の末に自転車でお風呂に行くときに転んじゃって、こっちのあの左足のこの半月板のところで受験のあれって多分ひじが入ってると思います。それで今日どんがら1台も本当は調子出ていたんですけど、足が痛くて腰が痛くて、それが椎間板ヘルニアにどんなことがあっても治して、そして関西公演はここが一番最後の88歳の5年先の88歳なので頑張ります。どうもありがとうございました。